今回ご紹介するのは古き良きね、まあミニカーでして、これはクラウンの方でございます。トヨペットクラウンでございまして、こういう風にね、ちゃんとこれ動くんですよ。これはブリキのもつって、なんかブリキって動かないってイメージがあるけど、これちゃんと動くんですね。で、こう遊びましたけど、こうやってブーッと動くんですね。で、こう内装が非常にほら、綺麗なね、内装になっております。まるで新車みたいな輝きでございますね。で、ある意味、こんだけ綺麗なね、ものってあんまりないですよね。やっぱり年月とか経ってくるとね、だいたいこういったところの中がね、まあ多少ちょっと汚れてしまったりなんかするんですけど、これが、なんか綺麗な内装となっておりまして、で、こういうね、まあボディ、ちょっとこういうところに痛みがありますけども、まあなかなかこう、いいんじゃないかな。ちょっとこう、ホロをかぶせたみたいな感じでね、ちょっとシワみたいなのがあったりしますけども、まあそれがかえって面白みがあるんじゃないかなと思います。で、後ろのもこういう風にバンパーがありまして、こういう風になっていてね。ないですからね、今この初代の、トイペ。これが、まあ一番最初のクラウンになるんですけども、まあ今こういうものってなかなかないですし、こういったものは一点物だと思いますしね。で、むしろこれブリキですから、今の時代ってブリキってあまり作られてないから、まあ、それを思うとね、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに、こういうのが一台ぐらい、飾ってね、置いてあってもいいんじゃないかなっていうふうに思う、まあ、素敵なものです。これ一台ね、もう一台ちょっとこの前仕入れたのがありまして、それが売れましてね、おかげさまで買ってくれるお客さんがいて、ちょっとサイズがどのくらいですかっていう、方がいたので、ちょっとサイズの方ね、乗ってなかったので、まあそっちの方を知らせましたら、まあそれを気に入って買ってくださったお客さんがいましたので、まあまたね、今度違うお客様でも、サイズの方を今度乗せるので、まあ買っていただけると嬉しいかなと思います。ちゃんとこう動きますからね、動いてこうね、まあこういう初代のトイペットクラウンのところができるというのがね、あって、ただこれちょっとこう、あれなんですね、このブリキのおもちゃにちょっと残念なところっていうと、このドアがない、ドアっていうか窓ガラスがないんですね。窓ガラスの部分がないので、まあそこのところがちょっと唯一の、まあ残念なところかなっていうところはあるかと思いますけども、まあなかなかこういったものはね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、ご検討よろしくお願いします。